フランケンンケシシュタインメアリーシェリー・ーェ前回の続きからです追放中のお前に連れ添う女性をお前の手に渡したら早速永久にヨーロッパから人間が近くにいるあらゆる場所から立ち去ってしまうと厳粛に違うならば。 「お前の要求に応じよう」「誓いますとも天日にかけて神の増します青空にかけてこの胸を燃やす愛の日にかけて私の祈りが聞き届けられるならばそれらのもののある間は二度とお目にかかりません」「お家に帰って仕事にかかってくださいその仕事の心象ぶりを」 言いようのない渇望を持って見守っています。準備ができたら私が現れますから、それだけは心配なさらぬように。そう言うと怪物は、私の気が変わるのを恐れでもしたのか突然私から離れ去った。見ればわしの飛ぶよりも早く山を駆け下り、起伏する氷の海の間に。 たた。ちちまち見えなくなくった「怪物の話は丸一日かかりそいつが立ち去った頃には太陽が地平線とスレスレになっていた」「間もなく暗闇に包まれるので急いで谷間に降りていかなければならないことは分かっていたが心が重く歩みははかどらなかった」 山の細道を曲がりくねってたどり進むのにいちいち足を踏みしめるつらさに昼間の出来事で興奮していた私はすっかり悩まされた途中の休憩するところまで来て山のふもとに腰を下ろしたときにはもうすっかり夜更けだった雲がかすめて通る合間合間に星が輝き 黒い松の木が目の前に立ち地面にはどこにもここにも折れた木が倒れていたそれは驚くほど厳かな場面であって私の心に奇妙な感じを起こさせた私はさめざめと泣き苦悶のあまり手を握りしめて叫んだ「おう星よ雲よ風よ」 お前らはしをあざけろうとしている。本当に僕をあわれむなら感覚や記憶をたたき壊してくれ僕を無に帰らせてくれがそれもできないなら行ってしまえ行ってしまえそして暗闇の中に僕を置いていけこれはむちゃくちゃで惨めな考えだったが。 永遠に瞬く星の光がどんなに重たくのしかかり焼き尽くすように吹いてくるどんよりした嫌な熱風のような風の吹くたびにその音をどんな思いで聞いたかはとてもお話できそうもないシャムニの村に着かないうちに夜が明けたので私は休息もしないでまっすぐジュネーブへ帰った。 私は自分の心の中でさえ私の気持ちを言い終わらすことができなかったそれは山のような重さでのしかかり私は下敷きにされてあまりの苦しさに夢中になったこんなふうにして私は家に帰り中に入って家のものの前に現れたやつれ果てて狂人じみた私の姿に みなひどくびっくりしたが、私は何を聞かれても返事をせず、ほとんど口を聞かなかった。私は禁令のもとに置かれているような、みんなの同情を受ける権利がないような、もうみんなと仲良くできないような気がした。それでも私はみんなを警護に近いくらい愛し、この人たちを救うために、 自分の一番嫌な仕事に身を捧げる決心をしたそういうことに没頭することを考えると他のことは皆夢のように目の前を過ぎ去りそういう考えだけが生活の現実となった18 イギリスへの旅立ちジュネーブへ帰ってから幾日も幾週間も経ったが仕事にかかる元気は湧いてこなかった望みを失った悪気の仕返しを恐れはしたものの私は言いつけられた仕事をするのは嫌でたまらなかった再び深遠な研究と骨の折れる探求に 数ヶ月をを費やさななければ女性を作り出せいいことが分かっていた。イギリスのある哲学者が何か発見をした話を聞きそれを知ることは私が成功するためには必要なことだったのでそのためにイギリスへ行くのに父の同意を得たいと考えることもあったがあらゆる口実を設けてぐずぐずしその仕事が ぜひともすぐやらなければならないわけでもなさそうな気がし始めてその第一歩を踏み出すことを尻込みした私の身には確かに変化が起こっていたというのは今まで衰えていた健康がだいぶ回復し不幸な約束を思い出すことで妨げられない限りはそれに応じて元気も出てきた 父はこの変化を見て喜び私の憂鬱の名残を根絶する一番良い方法について考えた私のこの憂鬱は時々発作的に日の光も覆うなめ尽くすような暗さを帯びて戻ってくるのであったがそういう最中には私はそれこそ全くの孤独の中に隠れ終日一人で小さなボートに乗って 黙ってぼんやりと雲を眺めたり波のさざめきに耳を傾けたりしたけれども新鮮な空気と輝かしい太陽が必ずと言ってもいいくらいある程度の落ち着きを取り戻してくれたので家に帰るとみんなは待っていてくれた笑顔で機嫌よく迎えてくれた。 ある日、こういうマンボから戻ってくると父は私をそばに呼んで次のように話しかけた「お前が以前の喜びを取り戻し自分に帰っているらしいのを見て私は嬉しいよけれどもお前はまだ不幸せで私らの中にいるのをまだ避けているね私はしばらくその原因についてあれこれと考えてみたが」 昨日一つ考えが浮かんだのでそれが十分に根拠のあることだったら聞いてもらいたいのだそういうことで遠慮することは無用であるばかりでなく私ラミナのものに三重の不幸を招くことになるからねこの前置きを聞いて私はひどく震えたが父は話を続けた。 するが「私はいつもお前とエリザベートとの結婚をこの家庭を楽しくする絆であり私の晩年の支えであると思って将来を考えていた。お前らは幼い時から互いに仲良くし一緒に勉強し気象や趣味の点でも全く一致しているようだった。しかし盲目的なのは人間の経験だから。 私が自分の計画を一番よく手助けできると考えたことだってそれを叩き壊してしまうかもしれない。ひょっとしたらお前はあの子を妹と考えていて自分の妻にするというつもりはないのかもしれない。いやお前の好きな他の女に出会っているのかもしれない。そしてエリザベートとは義理に縛られていると考え。 どうもそうらしく見えるようにそんな気苦労でひどくまいっているのかもしれないねお父さんご安心ください僕はあのいとこを心から深く愛しているのですエリザベートのように熱烈な警護や愛情を僕に起こさせる夫人には会ったことありません僕のこの先の希望や予想は全く 僕らが一緒になることの期待に結びついていますよ。この問題に対するお前の気持ちを聞くと、ビクトル、耐えて味わったことのない喜びを感じるよ。お前がそんなふうに考えてくれれば、いくらこの頃の出来事が私らに暗い影を投げようと、私らはきっと幸福になれるだろう。しかし私が追い払いたいのは、 お前ののの心をつかんで離さなないように見える、この影なのだよ。だからこの結婚の式を早速挙げることにお前が賛成かどうか聞かしてほしい。私は運が悪かったし最近の出来事が私の年や老衰にいつかわしい毎日の平静さを奪ってしまった。お前は若いけれども何不自由のない財産があるのだから早く結婚したところで。 お前の立てているかもしれない未来の名誉なまた言うべきなことの計画の邪魔にはなるまいと考えるのだ。と言って私がお前の幸福を指図したがっているとかお前の方で伸び伸びになるのが私に大変な心配を起こさせるなどと考えてもらっては困る。私の言うことを率直にとってお願いするから一つ自信と誠実さを持って。 答えてもらいたいたのだ私は黙って父の言うことに耳を傾けしばらく答えることができずにいた頭の中で素早くさまざまなことを考え巡らし何か結論に達しようと努力した「ああ私にとってエリザベートと早速結婚することは恐ろしいことだったし」 狼狽せずにいいられないことだった私は一つの健全たる約束に縛られていてそれをまだ果たしていなかったし破る気もなかったというよりはもしも破ったならばどんな数々の災難が私と私思いの家族に降りかかるかもしれなかったこういう致命的な奮闘を首にかけ 地につくほど身をかがめたままで周期に臨むことができるだろうか平和を期待する結婚の喜びをためける前に私は約束を果たしてあの怪物を連れと一緒に立ち去らせなければならなかった私はまたイギリスへ行くかそれともその国の 哲学者たちと久しい間通信をかわすかする必要があるのを思い出したこの哲学者たちの知識と発見は私の現在の企てには書くことのできない役に立つものであったからだただ通信でもって自分の望んでいる知識を得ることは手間がかかってしかも不十分だしそれにまた父の家で 自分の愛する者たちと一緒に仲良く暮らしながら一方で忌まわしい仕事に従うことを考えるとどうにもこうにも嫌でたまらなかった恐ろしい出来事がたくさん起こるかもしれないしそのうちのどんな小さなことでも私に関係のあるもの全部に恐ろしさに身の毛もよだつ思いをさせる秘密を暴き出すことになるということは 明らかだったまた自分がしばしば自制心を失ってこの世のものとも思われない仕事の進行中に人を傷つけるような感情に捉えられたとしてもそれを隠す力がなくなってしまうということも私には分かっていたこの仕事をしている間はすべて自分の愛するものから 「離れていかなくてはならなかった」。